ウィース。おす。お疲れ。やるぞ、続きを。さあやろう。どんどんやろう。これやな。星野フルコ。いやー、いい名前やな。うん。何回見てもいい名前やわ、完全に。いやほんじゃあまあやっていきましょうか。どういう状態やっけ、俺デート誘ってたっけ。うん、デート、おデートは、おデート特に誘ってない。これ何、あ、これクラブ練習日か。俺なんかクラブ入ってたっけ。クラブって行かなあかんのかなクラブって行った方がいいのかな。あ、吹奏楽部入ってたんか、なるほどな。一回ぐらいは行ってもいいかなとは思うんですけどね。うん。そうやな。メールも特に来てないよな。よっしゃ。じゃあ、日曜日か。まずはパラメータ上げていこうよね。一応ね、デートを二人ともしたし、あの、パラメータを上げていく方向でしましょう。スイス。もうちょい音量大きくてもいい？あ、そう？じゃあちょっと待ってね。調整するね。ゲームの音がもう少し大きい方がいいってことかな？あ、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 そっかそっか。これか。よっ。こんなもん。こんなもんかね。どうだ？よかったらいいと思うぜってコメントしてくださいね。いや、OK じゃない。あの、ときめきメモリアルガールズサイドの、あの、ときめきメモリアルガールズサイドシリーズをやるときは、ガールズサイド1に出てきた鈴鹿一馬くんの、名台詞、いいと思うぜ。で、OK のときは、それでコメントしてください。こういう感じで、お願いします。そう、点々点がついてる方がいいですね。いいと思うぜ、点々点。それでお願いします。さて、健康がいいので運動上げていきましょうか、普通にね。よっしゃ。いいね。かわいい。さあ、もう2回目やしさ、何やったっけ、これ、表示設定やったっけ。スピー、早い。じゃあ、実行コマンド早いでいいかね。うん。OK。芸術あげるって言ってた気がする。あ、そっかそっか、芸術あげると、え、でもこの状態で勉強したら勉強イケメン出てくるんじゃないの。55ポイント溜まってるしさ。いや、でもさ、ちょっと待って、でもさ、今健康がいいしな、ね、健康がいいしな。ここはさ、ちょっと待とうよ、普通にちょっと待とうよね。あ、ウガジンさんだ。お、ニックネーム早速呼んでみよう。ウガちゃん。あ、ウガちゃんないんか。ウガちゃん。不思議ちゃん。ウガミヨ。いやー、この辺怒んねやろな、言ったらな。ミヨちゃんどう？ミヨちゃん。え、ちゃんダメなん？え、ちゃんダメなんや。なんでや。でもちょっと怒られるところ見たいから見てもいい？ね、ちょっと怒ったミオちゃんも見たくない？ね。ね。ちょっと水、というわけで、不思議ちゃん選びます。やめて。あ、ごめん。これは嫌だった？あ、怒った。普通に怒った。お、アマゾネスいらっしゃい。さあ、お、55ポイント来たけど誰も来んか。じゃ、吹奏楽部行くか、ちょっと最初やし。ん、先生もご機嫌ですね。よっしゃ。え、これ運動イケメン出るんじゃん。もう55ポイントやし。で、運動イケメン出しますね。はい。お、アマゾネスもいらっしゃい。どんどん来てね。アマゾネスというのは富江ちゃんの放送を見に行ってる人たちのことを言います。来たな、これ運動イケメン。55ポイントやし。さーて、帰ろう。
ん？お願いします。お願いします。あそこでビラ配ってる人、同じクラスの名前なんて言ったっけ？思い出せないな。まあいいや、帰るか。お願いします。あ、待って、これ、あれ消すのどうやるんやったっけ？あ、これか。なるほど、これが運動イケメンか。こんちゃ、私も1枚もらっていい？うん、運動イケメン、横向き。同じクラスだよな。俺は初めて見るぞ、お前のこと。うん、私、星野古子。よろしくね、藤山嵐。いい名前でしょ。よろしく。藤山嵐か。なんか、ロボットアニメに出てきそうな名前やね。ところで、何のビラを配っていたの？これだ。ん？柔道同好会？そう。部員、ん？会員っつうのか。は俺だけ。マジか。何部、何部、何部ちゃうわ。同好会、一人な？マジで？そのスポーツで一人な？この学校はあんまり争い事が嫌いな人たちが入るんかな。ね。どうしたの？いいな。向いてる、マネージャーに。部員一人でマネージャーつけようとすんなよ。個人連やろ。え？あの、どの辺が？馬鹿素直に俺の話を聞いてるところ。なるほど。あとは雰囲気。うん。いい。一目惚れやんけ。よし。今日でマネージャーの募集は終了する。うせやん。お前に決定。マジかよ。マジかよ。ちょっと待て待て待て。ちょっと待って、そんなこと言われても私。すぐに来いとは言わねえ。けど開けとく。お前のために。ああ、なるほどな。気が向いたら来い。じゃあな。気が向かない。だってなんかもう部活入ったらやめられへんらしいから。私、嵐のように部活を荒らしたいの。だからあなたの部活には行けない。どうしよう。行かない。いや待って、え、あ、ならない。いや、ならなくていいですか。ならなくていいですよね。いや、私ちょっといろんなとこ行きたいんで。うん、ならない。別のクラブに所属しているし、ちょっと無理かな。ね、結構強引に来るよな。もうすぐ小一くんの誕生日だ、プレゼント。どうし、あ、そうなんや。行く、そりゃ行くよ。うん、急いで買い物行かなきゃ。3リッチのやつ選べばいいタイプのやつでもない。どれも1リッチなんだよ。3リッチ払えば確実に当たるやつにしてくれよ。うわ、しかもなんか5種類もあるし。うわあ、木彫りのグマ猫にしよっかな。ホットケーキ型の丸いを既読。これ違うやろ。ブリキの機関車。ダーツとか意外と好きなんかな。こうちゃん、牛沢こうちゃん。魔法ランプ。これもちゃう時にティーポットちゃうやろ。ティーポットちゃう。ダーツ意外と好きなんちゃうこれさ。うん、牛沢なんちゃうこいつね。いや、これ言ってみよ、ダーツ版。いや、俺も選ぶときコメント見ないようにしてるからね。今失敗してもそれは仕方ない。ダーツ版。プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ。喜んでくれるといいな。ちょっとここは成功したいなっていうときはコメント見るけど、まあまあまあ、基本的にはね、選択肢選ぶとき、こう、見ないようにします、コメントを。光一くん。まあ、それでも攻略はできるでしょ。意外、なんとなく、なんとか、失敗少々してもさ。怖っ。声低いとこだけ牛沢と一緒やな。誕生日プレゼント今日でいいんだよね。まあよ、お前物好きだな。かっけえな。ね、開けてみて。おお、おお、どうかな。なるほどな。うん、う、ダメだった。上出来だ。お、やったぜ。本当？ああ、俺のコレクション棚に追加だ。ああ、
やった、アトベ様にすごく喜んでもらえたみたい。かっけえなあのイケメン、やった、なんかめっちゃ成功してる、いい感じやね。さてと、どうしよっかな。筋肉イケメン出したとこやけど、まずはちょっとキャラクター出していこっか。じゃあちょっと予告通り芸術イケメン出しますか。次はあのこっから行楽がいいんや、行楽がいいんか。勉強がいいターンがなかなか来ないですね。辛いですな。行楽で、行楽って流行とかね、なんか行楽が上がるのってない？ミオちゃんと、あ、ミオと遊ぶと芸術上がる？よし、オッケー。じゃあミオと遊ぼう。ゲームまだちっちゃい？嘘。もうちょっとあげようか。オッケー。ミオちゃん勉強も上がる？あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。勉強と芸術上がんねん。言うの。あ、ちょっと待って、なんかもうちょっと遊んだ方が良かったかな、いいね。めっちゃ成功すんな、しかし成功度高いな。あ、花椿さんだ、よし、ニックネームいこう。おほ、カメリアとか喜ぶんじゃん、意外と。これ意外とカメリア喜ぶんじゃないね。ダメなんか、ダメなんやな、カメリア。カレン、まあ最初は呼び捨てぐらいで行ってみるか。カレン、お、行けた。喫茶店来てくれるかな。まずは序盤は一緒に帰ろうモードやな。カレン、ん、お誘い、うん、一緒に帰らない。よし、そうしよっか。オッケーオッケー、じゃあ行こっか。よっしゃ、このうねうね動くのがいいですね。これはプレミアだけなの？めっちゃ成功するやん。なになになに？今週はバッチリ。今週は楽しかった。星の導きの通り。かわいいよ君は。やったね。よし、ちょっと、あーでもなー、せっかくやからイケメン出してからまとめて星の恵み、なになに、今バンビが最も輝ける時期。あ、せやせやせや、そういやさ、電話で、あ、何やったっけ、あれ聞くだけやったら、電話番号とか聞くだけやったら、あ、てかいきなり電話できんのか。え、いつの間に知ったんいつの間に知ったのえ、怖いんだけど。藤山嵐の電話番号いつの間に勝手に手に入れたの？これ能力、主人公の電話番号を勝手に手に入れる能力があるの、怖いんだけど。でも電話しよっか、せっかくやから。もしもし、ウィス、あ、藤山くん、星野だけど。ん、おう、なんだ。うん、そうね、ね、これ平日に誘えんの？無理やんな、さすがに一周開けようか。一周開けて服買わなあかんよな。スポーティーな服持ってないもんね。よし、じゃあ来週は服買いに行くとして、再来週に体育祭の次の日にヘトヘトの中、藤山くんとヘトヘトなデートしよう。ちょっと筋肉が鍛わる感じのやつがいいけど、山とかは序盤は一緒に行ってくれないので、この辺でムキムキになれるとこといえばゴールドジム。ないんやけど、ゴールドジム。ゴールドジムやろ、こいつと一緒に行くんならねえボーリングかな、そやなボーリング行くか。じゃあ6月14日にボーリングしに行かない？俺とか、いいけど。お前とや。ほんと？じゃあ6月14日に駅前広場でいい？わかった、じゃあ。オッケー、やったー、早く6月14日が来ないかな。うん、オッケー。さて、どうしていこうかな。
もねまだ勉強が弱いんですよね。もう一人出たらまとめて誕生日聞くわ、うん、まだ勉強が弱いので、魅力が低すぎるので魅力上げときます普通に、うん、いけない寝坊しちゃった。なんのなんだ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 何が起こるんだ。もう走れないよ、どうしよう、遅刻しちゃう。ふーちゃん、あどうした、遅刻するよ。なんだい、そうだけどルカたちバイクで通学してるの。ドキドキ、いや遠いからさ。え、あそっか、16から免許取れるんやっけバイクって。あれそうやっけ、そうやんね、そうか。でもバイク通学って禁止じゃなかったっけ。わかんない、こう知ってる。悪やなこいつら、ほんまこいつらほんま、逆なんか傾き変えたらこうちゃんしか見えへんやんけ。杉田さんの顔どっか行ってもうた。知らねえって、乗っけてあげようか。酸欠はさすがにやばいやろ。ほんま私一人おりんならな。そうやぞ、あこうちゃん一応ちょっと守るやん、さすがに。こうは歩いてくって。あでも完全にノーヘルやもんな、あかんわ。てめえのことだ、ノーヘルやめえこいつら。遠慮しとこ、遠慮しとこかな。そっか、じゃあお先急げ。うるせえ、ほんまこいつら悪やな。本当に二人ともいい加減っていうか、むちゃくちゃっていうか、せめてヘルメットをかぶれっていうか、ひかみいたるからヘルメットをもらえっていうか。いけない、遅刻しちゃう。でもさ、あのバイクもらう、バイクバイクに乗るときにさ、あのヘルメットでも大丈夫なんかな。あかんよね。あの工事現場で行くようなヘルメットじゃ多分あかんよね。ね、よっしゃ、じゃあお出かけしましょう、買い物行きましょう。スポーティーな服ってどこかな。ジュエリーホエップ、ジェスじゃないよな、ナエナナエネンネネンネ、なんかセクシーっぽいな。ソフィア、シモン、ブティック、なんかあんまりスポーティーっぽいのがないけど、あパメラな、あこれかパメラか、確かにな、パメラ行くわ。ほんじゃあんまり金ないけどね。いらっしゃいませ。おいっす、センキュー、パメラ行くぜ。あー、スポーティー、あこういう子おるよね。ね、絶対3代目 J ソウルブラザーズとイクザイル好きよね。背中に巻き台って書いてるよね、こういう子おるおる。うんね、おるおる。あ、ちょ、なんか入れてもだ。ちょ、待って、入れつも。あ、でもこのポロシャツかわいいな。俺、ポロシャツ女子結構好きなんで、普通にこれ買おうかな。入れちゃったけど。あ、違う、これじゃないわ。キャミ、そう、キャミか。まあ、キャミも、いるけどね。いや、でも間違えた、間違えた。危ない、危ない、危ない。ポロシャツ女子好きなんで、ポロ買います。ね、ポロは買います。え、これって、ピュアックっぽくない？スポーティーな？ね、あ、ポロは買います。はい。ね。で、ここまでスポーティーアピールしすぎじゃない？これは。ね、1969年。何があったのかしらね。どうしようかな。あ、ミックス78ね。これ有名ブランドやし、ピンクのボーダーか。どうなんすかねこれ、女子的には、俺的にはどうかなと思うんですけどね。これはねえ、部屋着ならワンちゃん。いや俺はね、やっぱさっきのね、黒ポロいいですね。黒ポロ、うん、黒ポロいいっすね。そっか、まあまあちょっとスポーティーアピールしすぎかもしれんけど、まあせめてヘンリーネックタントップぐらいにしとこうかな。うん、
よし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 、オッケー。で、アウター、アウターもこういうのしかないんか。なんかちょっとさ、冬服っぽいのも欲しかったんけどね。このアウター着るぐらいやったらいらんかな。うん、ボトムカット感とね、まあ、ストレートのデニムはいつくらでも使えるんやけど、なんで赤なんやろ。赤むずいな。赤合わせれるかこれ。厳しいないねえ。まあ、カーゴパンツは合うよね、いつでも。アクティブプリーツスカートかわいい。いやー、でも応援団にいる分にはいいけど、普段からこの服はちょっと違うかなって感じやな。やっぱホットパンツっていいよな。うん、ホットパンツっていいよな。ホットパンツっていいよな。ミニスカ特別会もあるんや。マジで？マジ？それは買っとこう。じゃあせっかくなんで。高いなミニスカ、うん、ミニスカが高い。トータル、あ、これやイクザイル、これやイクザイル、こういうコールね。これなくない？いや、センス良くなったなって感心しててんけど、これはちょっと良くない。泣く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 せいえ。ねえ、これもなちょっとトータル服微妙いな。うん、これに T シャツかわいいかな。シノラーならあり、シノラーならありってシノラーがありなんやろか。あ、こういうの流行ったんや。へえ。え、これミニじゃないの？アクティブプリーツスカートはミニスカートには当たらないわけか。じゃあいらない。ん、え、これこれに、これなんか、これか、これが特別会話あるんか。あんまり好みではないけど、特別会話があるというポイントを重視して買っときましょう。じゃあこのキャミ安いな。あ、でもちょっと、お金ないな。まあこれで、これでいいか。ポロと、ポロとヘンリーネックタントップと、プリッツミニスカート。あ、デニムのやつミニか。こっちの方がいい。こっちの方が好き。まあ、俺ホットパンツは好きなんですけどね。ホットパンツは好きですけど、まあ、デニムスカートも2歩譲れば好きになるので買います。じゃあデニムミニはミニスカ判定ない。あ、ないやん。ないじゃん、ないじゃん。割引か。いや、割引でももっと高いものを買うときに使うべきじゃない。 10% 引きぐらい使うか。うん、また貯まるし、10% 引きぐらい、まあ、20% 引きぐらいまで、 これぐらいまで使うか。すぐポイント貯まるか。うん、今もう満タンやしね。だから、これでちょっと使おうか。やっぱデニムはヒラヒラ判定がないようなので。めっちゃ下がるな、やっぱ。おっしゃおっしゃ。じゃあもう一個ぐらい変えるな。水着変えちゃう？もしかして。あ、水着変える。うん、ねえ、水着買っちゃうか。ちょっと金だいぶなくなるけどね。うん、水着はいるでしょ。いや、これ紫な、デザイン的にな、デザイン的にな、好みではないんだよな、好みではないんだよな。うん、嵐さんとプール行くわ、とりあえず。ちょっと今後にしようか。今後にしよう。うん、ね、ちょっと他のがいい。他の店行こう。さあ、もう一軒行けるもんね。うん、ね、しゃ、ちょっともう一軒行こう。とりあえずこの店はこれで終わらそう。あ、ユタか、ユタかはないんか。あ、浴衣買えるやん。
パケーよしょ。オッケー、半額にすればいけるけど、まあまあいいや、買わん。半額なぁ。まあいいや、とりあえずこれでいきましょう。うん、行ってや。おちょ待って、あれか、もうこれでいきましょう。うん、じゃあ、うん、で、うん、終わり。ほんまポイントすぐたまるな、いいですね。うん、ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。で、もう一軒行けんねん。どこ行こっかな。なんか、かわいいスカート売ってるとこない？ジュエリーホイップ、あ、ジュエリーホイップはジュエリーか。ねんねとか売ってるかな。ソフィアか、ソフィア、あ、ねんね、ねんねかソフィア、どっちかかな。あ、ねんねはセクシーか。いや、でもソフィアやろ。ソフィア行こう。え、ソフィアってでも前回行ったよな。え、セフィア、え、ソフィア前回行かんかったっけ。そうそうそう、セフィア前回行ったからね。じゃ、ねんね行こう。そう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 、いらっしゃいませ。おねんねしまーす。さあ、スカート、スカートをよこせ。ああ、クラッシュドホットパンツいいやん。赤い金足りん、金が足りない。カード使おう、仕方ない。 10% 使おう。ああ足りない、くそくっそくっそー、妖怪一足りない。マジか、せっかく来たからなんか買うか。もうくっそー、セクシーやなこれとか。ほんまリオのカーニバルでしか見たことないような、こんな、まあおるけどさ、こういう子結構。あら、セクシー、 V の字しすぎじゃないこれセクシーすぎない？ガーリー姫浴衣、うん、これいいな、かわいいな。トータルなんか11リッチで買えるやつ欲しいな。やっぱボトムって結構高いのね。なんかね、布の面積少ないのにさ、高いね。そういう問題じゃないのね。うん、トップスなんか買うか。カラフル T シャツは微妙やな。これかな、花柄チューブトップ。あ、これ VK っぽくない？これ買おうかな。ね、うん、これ欲しい。ちょっとあのダークネスになるときね、よし行こう、これ買おう。チューブトップ便利なんや。まあ、これもいいしな。じゃあ、まあ、チューブトップ買おうかな。うん、下前回買ったからね、一応あるから大丈夫、なんとかね。よし、チューブトップ買っとこう。ほんじゃ1リッチ残ってるから大丈夫バイトしてるからね。よし 20%。 OK、 ありがとうございました。うん、いいお買い物できたかも。まあ、特別会はもうそんなに気にしなくても、っていうかね、俺そもそもね、どうした、お前どっから出てきたんやカレンいや、俺そもそも普通会話を見たことないから、特別会話ばっかり狙んでもしゃあないやろ。そもそもまだ普通も見せてくれ俺に。
チャオバンビー、おしゃれしてる？どうかな、よくわからなくて、ガールズサイド1と2あんまり服がかっこよく可愛くなかったからよくわからなくて、いろいろ教えてほしいな。オーケー、ビシビシ行くよ。行く行く、うん、お願い。じゃあ早速、今日のファッションは、カレンさんのファッションどうなんすか？それなんか部屋着っぽいですけど。バンビー素敵。あ、よかった。え、ちゃんと流行を抑えてるじゃん。いいよいいよ、似合ってる。たまたまですこの色のこと？それそれ、五郎先生のコラムチェックしてるんだ。あれは必読だもんね。あ、チェックしてないですね偶然ですねやった、カレンに褒められちゃった。バンビが次のファッションレベルになるには。え、ファッションレベル、そんな、うん、いい感じ。頑張れば次のレベルに上がれるよ。もやっとしてるなよし、このまま頑張ろういや、褒められましたね。でもね、なんか来てる、カレンかな。お、なんか、あ、ちょっと浴衣フェアじゃないですか。あ、そか、もうね、浴衣始めてるぞとことを言ってるわけですね。セクシーな浴衣で彼を誘惑して、浴衣が始まりましたってみんな言ってるわけね。オッケーオッケーオッケー、うん、オッケー、よっしゃ、ほな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 、うん、じゃあ、恋愛がいいのでここはもう一回魅力上げて次の週別のイケメン出しましょう。よし、頑張るぞ。上位クラスの属性にチャレンジするできる。ああ、そうなんやね。さてと、何度競技に参加しようかな。競技参加するよ、もちろん。あ、俺の得意なパン食い競争がない。あれだけ何度もやったパン食い競争がない。くそー。じゃあたまたまを転がすか。もうどれでもいいよね、これね。ねえ、大玉を転がすか。大玉を転がして男も転がしますぜ男も大玉も、まあ男の大玉をはい、すいませんでした大玉の内側に書かれている矢印方向にアナログパッドを回すと大玉が転がりますと。はい、素早く回し続けると早く転がすことができます。あ、なるほど。あ、これ簡単じゃない？うん。あ、もう左のスティックか。アナログパッドをとにかく回すだけ、これ。めっちゃ簡単じゃない？めっちゃ簡単やん。ね。任しとけ、そんな。え？位置について。はい。よー。うわあ、ちょっとみんな遅すぎん。任しとけ。おら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 、こんなとこだけゲーマーの意地を見せる余裕やねんけど弱すぎるやろ周りほら、もう焦ってるやん、後ろの横の女の子。あれ、他の選手はみたいな。見えないんだけどってね。あ、来た来た、やっと来たやっと来た。押し方がまず悪い。相撲取りじゃんけ、それじゃまだ全然けえへん。どこまで行くねあいつ、どこまで行くねもうええわやるな。玉すげえ転がってた玉すげえ転がってたお前の玉も転がしてやろうか。やったね、一等賞。よし、あこの BGM 来ると安心するなこれはワンとワンから引き継がれてんねんないいですね。ふーちゃん、俺と踊ろうぜ。あ、いいですね、踊りましょう。よろしくね。僕と踊りませんか。次は、あ、小一くんだ。まあまあそうだり。なになになに、怖いよ。
鼻息が荒いよ。次は藤山くんだ。え、ちょ待って、なんか飛んだぞ、勝手に今に。今なんか勝手にセリフが飛んだ。すまん、なんでや。今年の体育祭はこれで終了。さて、家に帰ろ。うん、じゃあちょっとファッションショーしましょう。あ、L 押しちゃってたんかもしれんな。せやな。お、なんか結構服があるといいね。さてさて、これアクティブっていう属性をつけたらいいんか。いや、これポロシャツとタンクトップ重ね着できんの。いまいちようわからんな。そんなことできんの、うん、うわ、チューブトップも重ね着できる。レギンス、レギンス暑いよな。ティアードミニスカート、はあはあ、で帽子外して、あ、アクティブになった、はあはあ、あ、この辺つけるとみんななんか、まあ何もいらんか、うん、ブーツカットデニムの方がちょっとあったかい。まあでも6月やしな、もう夏やからな。アクティブゼクシーついてるからちょっと寒いかな。じゃあブーツカットデニム着といたらこれぐらいのワームだったらいいよね、多分ね。あ、でもこれ可愛いねんけどな。可愛いけどこれ合うかな、微妙。俺これでいい。あ、これはちょっと違うかな。こうかな、こうやな、俺ならこうやな。うん、いや、この辺の重ね着は違うな。色合い的にこうやな。こうかな。うん、この女の子とがいいな。ね、いいよね。これでいいよね。よくないか。あとは。アクセは別に何もいらんな。なんかちょっとこのメガネとかつけててもいいけど、なんかあんまりアクティブな感じじゃないらしいから。うん、あ、ポロにミニ。あ、ポロにミニもありかな。いや、そう、どう?いやーん。いや、こうやな。こうやわ。こうやわ。よし、オッケー、これでいこう。これでいいや。よし、よし、うん、アクセもっと欲しい。ちょっとお金貯めてアクセ買おう、ほんまに。ちょっと鼻つばきチェックしとくか。ちゃお、ゴロはブルーだって、つゆってそうじゃない。皆様ごきげんよう。あら、おじさま、そんなことなくてよ。水も滴るなんてやらですわ。うん、ありがとう、ありがとう。さあ、私らのことは置いといて、今月のお悩み頂戴するわよ。彼にもっと近づきたくて、デートの時そっと手を伸ばしてみたら怖い顔をされました。私のこと嫌いなのかな。なんなん、焦ってはダメ。殿方は時に私たち乙女よりもデリケートなもの。スキンシップをするなら、相手の方のあなたへの気持ちを触れられたい場所、その場の雰囲気などしっかり見極めなければ。もちろん気持ちが通じ合うようになれば。なるほど、あなたへのパーソナルスペースは広がるわ。そしたらイチャコラなさい。さあ、今月はどんなの。うんうんうん、あ、今月は桃か。あ、キャップ流行ってる。チェニック、チュニック、うん、全部ないな、全然ないな。これで殿方の視線は釘付け。いや、ちょっと流行には乗れないですね。ピンクとかなかったからな。あの、チューブトップピンクやん。これ着るか。そっか、ほんまや、流行色や。うん、これでいっか。じゃあ、まあこれならまあ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 及第点な感じはするので、重ね着するか。ちょっと暑ない、これ暑ない。6月やでもね、6月微妙か。
寒くはないやろ。よし、これで行こう。よっしゃね、よっしゃ、じゃあデート行こうぜ。でもなんか福知山嵐くんの方がそんなに流行とか気にしてなさそうなんやけど、そもそも。オッケーオッケーオッケー、これで行くぜね。そうそう、あ、藤山くんもう来てる。でもそれは服だいぶ選ぶの時間かかったからな。こういう場合遅れるのは男の方だろう。もうちょい早く来い。なんその価値観、知らん。アプローチってどうやるんやっけ。あれ押し込み、待って、あれどうした。あ、来た来た来た、うん、鍛え方教えてやろうか。お、グッドですね。いいですね。あんまり攻め込まない方がいいです、ね、いいな今日のお前。お、いいじゃん、タンクトッパーらしい、シンプルやな。なんか左肩より右肩の方がでかくないかな。やっぱこれは柔道家のあれなんかな、ね、よし、ちょっと首折れ定期で嵐キュン。はい、みんな今なら画面に注意していいですよ。はい、どうぞ。デュー。よし、オッケー。え、服すげえ似合ってる、そういうの好きだ。はい。よかった、藤山くんこの服気に入ってくれたみたい。最近よく見るその色。おお、流行も来た。あ、これのことかな、流行ってるからね。そっか、たまにはそういう色も新鮮でいいな。ピンク結構普通やろ。いいんかな、藤山くんに褒められた。いいね、藤山くん結構服見てるんや。腕が鳴るな、行こう。しゃあ行くぞ。どうした。男ってそんなにね、服とか見てくれへんけどね。行け、いい加減にしろよ。あれ、あかんかった、マジか。うん、始めるか。よし、勝負してみる。いや、これアクティブイケメンやからやっぱ上の方やろ。せやな、あと100ゲームやるか、俺と勝負してみるか、どっちかやなんやろうけど、あ、こいつ一番のアクティブイケメンやから100点、こっちかな。あと100ゲームやる。へえ、女にしてはすげえんじゃん、早く見せて。よし、アプローチしよう。なんだ、ん、鍛え方教えてやろうか。オッケーオッケー、あそこ、あのハートが大きくなってる時にやればいいんやね。やったね、バッチリ好印象。オッケー、うんうん、楽しかった、たまにはいいなこういうのも。よし、ちょっともう一回接近。よいしょ。なんだよ、あれ。難しいなこれ。じゃあ、そうかそうか、大きくなった時にギューッと押して、さらにもう一回溜まった時に放つわけやな。元気すぎだお前。別にいいけどな。だって、え、なになに、これは良かったの、え、今のいいコメント、なんか怒られたのか、いいコメントだったのか、いいこと、あ、いい、よかった、怒られたんかと思った。お、勉強が良くなってきました。それでは芸術イケメン出しますか。よし、芸術イケメン56や、出せるやん、カモン芸術イケメン。あ、うが、あ、お前かい。お前かい。一緒に帰ろう普通に。うがじんさん、何ね、え、一緒に帰らない。うん、帰る、帰る。じゃあ行こっか。かわいいな、みゆちゃんは。みゆちゃん、みゆちゃん、ペロペロ。かわいいな。起きたか、と、今度こそ。あ、ピアノの音、放課後になると聞こえるよ。ねえ、また弾いてる、設楽先輩。設楽先輩、バナナマン。ああ、2年のでしょ、すっごい上手いよね。コンクールとかでたくさん賞取ってるんだって、すっごい。お、設楽先輩って言うんだ、有名な人みたい。
透き通ったガラスみたいな綺麗な音、どんな人が弾いてるのかな。音楽室に入ったら邪魔しちゃうよね。いや、なんかちょっと四季様違う、先生思い出すよな、01先生を。うわ、すごく真剣な顔。え、こっち見た？かっけえ、何このし、何、登場かっこよすぎるし、なんかスーパーサイヤ人みたいになってない？髪の毛が髪の毛やばないあー、はい、どうぞ。シュタラーズの皆様、キスしていいですよ、どうぞかっけえな。あ、怒った。あっお前の相方の日村だけどあの、すいません、設楽先輩、邪魔するつもりは。お前誰？日村だけど。星野古子です。1年下の。知らない、知らないやろな誰って言われたから名乗ったんや。それで？それでって、いや、冷たい人やな。いつも弾いてる曲素敵ですね。好きなのか？はい。そう、俺は弾けば弾くほど嫌いになる。え、なんやこいつ、ちょっと芸術系イケメンはいつもちょっと変やな。なるほどなそんな目で見るなよ俺を。ちょっとそんな物憂げな目で俺を見るなよ。そんな物憂げな目で俺を見るなよ。もうちょっと元気な顔してくれよ。え、あ、言っちゃった。嫌いってどういうことだろう。それにしてもちょっと怖そうな先輩かな。確かに設楽先輩は面白そうですね。これありやな。あ、でもここは吹奏楽部いかんとちょっと怒られそうやから言っときますか、ね、月に1回しか部活に来ないこのクソ野郎くん、雑貨屋しもんね。まあ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 、アルバイトとりあえず続けていきましょう今のところ、ね、OK、よし、じゃあね、どうしよっかな。もう2人出たから、あとの2人はパラメータ50ぐらいないと出ないんじゃないかな。ねね、だから次あと出すの、ニーナって人か、タマちゃんの弟か、まあ、全員出したいのよね、言うてもね。一応全員出したいので、ニーナって人も出したいな。ね。まあ、でも今は勉強やな。ね。あ、ニーナは2年目なんや。あ、後輩キャラか、ニーナは。なるほど。オッケーオッケー。まあじゃあ普通に全体的に上げていきましょう。OK。 やっぱ学力イケメン出ないな。やっぱ学力次は80ぐらいまで上げないとあかん感じかな。よし、ちょっとみゆちゃんに電話しよう、ね、みゆ、中学生のニーナに出会うこともできるんや。へえ、バンビ。あ、もしもし。何？あのね、のね、知り合いの評価も聞きましょう。とりあえず私に対する周りの人の評価を聞きたいんだけど。評価？待って。うん、こうこう、よし。設楽先輩はまあまあそんなもんよね。あ、みよちゃんのハートが上がってる。結婚する？あ、でもまだ普通やねんな、言うてもな。彼もちょっと上がってきてる。ルカポン、こうちゃん、嵐、まあまあみんなこんなもんよね。設楽先輩ちっちゃいなぁとまあでも別に嫌われてはないんだよね。まあまあオッケーオッケー、いいでしょう。他には？
他には、まだあるよ。知らん情報聞きましょう。うん。周りの人のことを詳しく知りたいんですけど。あれ？まずは、設楽先輩。うわ、かっけえ！いや、これか、この写真、いい写真やな。うん。170センチの53キロ。ピアノの腕は天才的。自宅はお屋敷、通学は車。出た。アトベ様みたいなキャラクター。見よめも。セレブな彼と出かけるなら落ち着いて品のある場所。綺麗な風景をおすすめ。体を動かすことは基本的に NG みたい。なるほど。ボーリングみたいな。嵐くんと真逆のとこに行かなあかんわけやな。なるほど。みよ。みよちゃんかわいい。みよちゃん、自分の写真めっちゃかわいくしてるな、ほんま。こいつ。で、カーレン。うん。大迫力先生。大迫先生って攻略対象？ね。あ、首折れてる系イケメンで。首痛めてる系イケメンやったんすね、こうちゃん、ね。で、嵐くんか。これか。あ、攻略できるんやね、一応ね。177センチ、70キロ。ああ、やっぱ結構ゴツめですね。なるほど。三度の飯より柔道が好き。三度の飯も欠かさない。まあ、柔道のために飯を食ってる。なるほど。で、誕生日も分かりました。メモメモ。エネルギー常時満杯の彼だから、やっぱり体を動かす遊び場が好きみたい。気分が癒されるスポットも意外と丸。ああ、なるほど。じゃ公園。公園とかもいいんやろな、普通に、嵐くんは。いや、設楽先輩の写真これ良すぎるやろ。何よ、ちょっと。いい写真撮っちゃってさ。でもちょっとみよちゃんが可愛すぎるな、これ。結婚する？みよちゃん誘う。他には？ちょっとみよちゃん遊ぼ。せっかく電話したし。遊ぼ。結婚する？遊ぼ。結婚する？暇じゃないから。そっか、じゃあしょうがない、ね、まだある？ないよ。さあ、はい、星の導きのままに。はい、ありがとう。設楽先輩誘いたいけどさ、設楽先輩に会う服なくない今。まああんま気にせず誘うかね。え、あんまり設楽っぽいなんか落ち着いた雰囲気がいいって言ってたからさ。 あのシックなあたりなんやろ。シックな服全くないな。まあ流行色でなんとかいけるか。アクティブはお嫌いやろね。そうやんね。シックとかエレガント、エレガントっていう属性がないのよな。流行属性上げていかなあかんねんな。流行取り入れていったら OK なんか。なるほど。ちょっと7月になるまで待ちましょう。待って、何これ、なんか忙しそう。あ、この日なんか忙しいやん。じゃあね、ちょっとこの日はカレンさんと遊ぼう。もしもし、バンビ。うん、私。何、どうしたの。いや、嬉しそうだね。あのねのね。うん。あ、こういうのもあるんやね。いいよ。誰の好みが知りたい？なるほどなるほど。これ第4日曜日やで。あれ、ないやん。ちょっと教えろよ。ああ、ナチュラルやね。ナチュラル、ビビッド、アクティブ、シックですね。はいはい。ここは何なん？この属性っていうのは。炎とか、火とか、そういうあれ？土とか。まあなんかこれ水っぽいよね。うん、土かな。炎属性かな、多分。炎ポケモン藤山らし。悪魔ポケモンエスパータイプしたら。むちゃくちゃいいよ。おしゃれレベルが上級職なんか。なるほどな。他に聞きたいことってある？あるある、まだあるよ。おしゃれの秘訣はもう聞いたんやっけ。オッケー、今のバンビに。あ、これって、あ、そっか、
バージョンが上がるとレベル1やから、これレベルが上がると別のやつも教えてくれるわけやんね。他に聞きたいことってある？オッケーオッケー、うん、オッケーオッケー、しゃファッションレベル上げていきましょう。ほんじゃ、あ、ちょっと遊びに誘おう。今暇ならさ、遊びに行かない？もちろん。あ、なんかバンビとのデート、デートって言っちゃってる。チューする？じゃあ今から行くね。了解、待ってる。うん、また後で。よし、なんかカレンはめっちゃ遊びに行ってくれるんですよね。今日は1時間半の予定ですよ。なんで11時半ですね、うん、お、フリーペーパーだ。お、ホットペーパー、本当だ、最新号もらっておこうっと。ホットペッパーをホットペッパーの唐辛子のキャラクターをかぶって配るバイトしたことあります。で、結構してました。そうそう、流行はいつでもチェックしすぎてチーフみたいになりました。美味しいもの特集を手に入れた。なんだか流行に詳しくなった気がする。あ、これで流行上がるんやね。へえ、いいですね。うん、よしよし、行こう行こう。よっしゃ、じゃあまあ引き続き普通に勉強していきましょうか。あ、でも芸術も上げていこうか。現実と勉強、あ、勉強の方が低いわ。じゃあ勉強上げていこう。先生の用事片付けてたら、これじゃダメ。お、どうした、はあ、ミオどうした、あれ、あそこにいるの、ウガ人さん。かわいい、目を丸くしたウガ人さんもかわいい。いいね、どうぞ。男性の方、今画面にキスしていいタイムですよ。どうぞ、男性の方今いいタイムなんで、どうぞどうぞ。はい、いいですよ、どうぞどうぞ。はい、バンビ、あなたのパソコンの画面が、あなたの唇の跡だらけになりました。もしくはあなたのタブレット、スマホ、そのあたりがあなたの唾液で汚れました。残念でした。見ないで。あ、かわいい、どうしたんですか。うん、もう行かなくちゃ、じゃあね。ちょっと、あ、もう一回もう一回、お試しタイプですよ。どうぞどうぞ。どうぞ。かわいいな、なになに、どうしたん。ちらっと見えたんだけど、あれはイラスト。あー、なるほどね、コミケ出展してるんかな。イベント結構起こるね。あ、そういえばもうすぐルカの誕生日だ、プレゼントどうしよう。お、1リッチしかない。残り1リッチでいきましょう。どれも1リッチみたいだけど、何を買おうかな。うわー、一緒なんや。まあダーツ版ではないんやろな。クマ猫ではないやろ。これむずいな。まあ、ダーツ版×猫×クマ猫×、こうやって、これ嵐ちゃう、嵐っぽい魔法のランプ風ティーポットが設楽先輩っぽい。うん、だからブリキかホットケーキの丸い置き時計、どっちかやろ。時計、プレゼントも用意したし、あとは渡すだけ、喜んでくれるといいな。どや、合ってた、あれ、あ、あれ、いつ渡しに行くの。合ってた、よっしゃ、ほら見ろ、ほら見ろや、ほら味噌漬け。ふーちゃん、ふーちゃん誕生日だよね、これプレゼント。俺に、うん、開けてみて。いや、なんかさ、設楽先輩って魔法のランプから出てきそうやなと思って、だから多分そうなんすよ、ね、ってことはブリキのあれが勉強イケメンのタマちゃんなんかな。それが難しいな、そういうイメージあんまつかへんもんね。まあ、ルカはどっちかっつうとこっちのホットケーキかなっていう感じがした。いい、ブリキの、いい、ブリキの機関車をルカが遊んでるってあんまりイメージつかへんからね。ね、本当？本当、やった、みんなに自慢してこよ。あ、自慢してくんね、はいはい、すごく喜んでもらえたみたい、よかった、おっしゃおっしゃ、オッケーオッケー。
だ勉強イケメン出せるようにしていこう。藤山嵐くんだ。お藤山嵐ニックネーム、いやまぁちょっとまだ早いよな。まぁ最初は一緒に帰ろうぐらいにしとこう。お家へ帰ろうよ。よかったら一緒に帰らない？いいぞ。お、いいよ。オッケー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 。一緒に帰って噂されると恥ずかしいしとか言わへんねんな。そろそろ期末試験だね。勉強してる？準備してる。フリしてる。準備してる、フリしてるって、これすげえゴロいいですね。なんか藤山嵐って言いたくなれへん。そう、親がうるせえから。ということは実際は校内の成績悪くっても幅学に通って。あ、ちょ、またエロしてもった。あごめん、ほんま申し訳ない。じゃ今のなんかね、こうコントローラーを足の上に置いてたら L2 押してしまったんですよ。申し訳ない、申し訳ない。いやあかんねんって。こういうゲームでボイスを飛ばすというのはあるまじき行為なんです。申し訳ない。さあ変わってきた。チャオ太陽ギラギラ、ゴロウはキラキラ。ゴロウがむしろギラギラやけど。姫子はクラクラ、灼熱の太陽が憎い。あんダメよ、真夏の太陽に乗されちゃう前に真夏の波に乗んなきゃ。ほら悩める乙女たちもみんなこう言ってるわ。短い夏に彼と素敵な思い出を作りたいんです。夏のおすすめスポットは。あー、乙女の晩はそこ知れない。姫子のうっかり。夏のデートといえばもう定番、海水浴。年に一度の花火大会、遊園地のナイトパレードは鉄板でしょ。これ持っていきなさい。今月の流行服飾はチュニックです。今月の、あ、また桃色か。桃色片思いか。で、ピアス。あー、アクセサリー欲しいですね。なるほど。まあでもピンクのが続いてるからこれいけますね、別にね。はいはい。飛んで火にいる、なんとやら彼のハートにあなたのダイブしちゃって。オッケーオッケー、わかった。まあ、ピアスとか欲しいけど、まあ、とりあえず桃で、桃で、あ、カラーは3ヶ月に1回更新ない。なるほどな。じゃあ桃で普通にごまかせるね。設楽先輩とお出かけ遊びに行くにも。リッチロ結構たまんな。もうちょっと貯めて8月入った瞬間、あ、でも花火大会って8月1日恒例通りだとしたら豊か買えない。あ、2日かー、やっぱ初日かー。浴衣買えないな、残念やな。うーん、2週目にしといてくれたらね、浴衣買ってから一応行けたんやけどね。まあ2年、2年目ですな。うん、浴衣はしゃあない、それは。じゃあまあせっかくなんでお金がっつり貯めて、なんか買いましょう。水も一応持ってるからな、うん、ね。1年目はいいでしょ、とりあえずね。あ、服売るっていう手段もあるんか。まあでも今はいいでしょ。花火は誘うけど普通にね。ね、じゃあま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 あ、この服、この服をベースに行く感じで行きましょう。さてと、じゃあ設楽先輩をどっかに誘いましょう。花火誰誘おっかな。ちょっと俺もなんか設楽先輩がなんか実況的にも面白くなりそうな雰囲気が今のところしてるので、設楽先輩を今のところちょっとなんかちょっとポイント高いです、個人的には今のところは、うん、設楽です。私です。ああ、何の用だ。よし、なんか今 GS1 の攻略で先生狙いなんで、ちょっとこの祝日に行こうとする癖がついてしまう。ね、うん、設楽先輩と花火行ってパレードも行くか。まあでもちょっと今月中にもう一回、そうやな、じゃあ設楽先輩と花火行くか、うん、行くぞ。よし、設楽って先輩なん、そういや。花火大会、あ、ちょっと待って、セーブしといたらよかったな。なんで、なんでって、一緒に行きたいなって。別にいいけど。あ、よかったー。断る理由もないし。よかったー。
じゃあ8月2日に羽ばたき駅で待ってます。ああ先輩なんやね。なるほど、よかった。早く8月2日が来ないかな。ちょっとそろそろ少しセーブしとかんとな。セーブしときましょう。怖い。あ、そっか、最初は断られないんやったね。そういう最初の一発目のデートは断られないんやったっけ。うん、最初の3回か。へえ、そんなにか。さあ、そこそこ勉強してきたから悪くはないと思うんで、ほら来た。うん、こんなもんかな。数学こんなもんかな。うんうん、ルカのミニキャラかわいいなね。ペンがでかいのもかわいいけど、芸術こんなもんかな。うん、全部こんなもんかね。私は普通の女、どこにでもいる普通の学生、そんな俺にあんな激しいことが起こるなんてね、流行りのラノベにありそうな切り出し。さあどうだ。え、どこ私。ああ、125位。普通やな。すっげえ普通。ルカ国語苦手なんや。あ、ルカの成績俺っぽいな。芸術が高くないけどさ、俺数学と選択とで語学技術、俺ルカなんちゃん。俺のことルカって呼んで。いや、桜井兄弟だって意外とさ、いい科目あるやん。語学、数学100点とか取ってるやん。いや、赤点も取ってるけど、なんか光る部分があるからさ。俺のことルカって呼んで。俺ルカっぽいやん。ねえ。なんか俺カーも似てる気してきた。ルカも結構肌白いしね。うん。嵐には勝ってる。赤点ギリギリ。赤点にはならないところをなんとか保ってんねやな。ろくでなしブルースじゃないわ。ルーキーズみたいになっちゃうな、嵐。まあこんなもんかな。そうね、はい。フル囲んでみんな微妙に嫌がってて、ほんまに二度と言わないで。ほんま申し訳ない。大変申し訳ございませんでした。チーム豆腐で例えるとルカがフル囲んで、高一くんが、こうちゃんが牛沢で、たまちゃんが、とわこで、湯気がしたら、さあ、シタラーズがぶち切れるぞ。やっぱ勉強はさ、普通でいいよね。普通で。はあ。もうちょっと頑張ろう。まあていうか、まあ普通に普通に誰かに当てはめるなら湯気っぽ嵐やな。普通に藤山嵐やな。誰か当てはめるとしたら湯気っぽ藤山嵐やな。普通に。トワポンがどっちかっつうと設楽さんかな。設楽かな。どっちかっつうとね。当てはめるならやけどね。まあ、ちょっとコメントが本気で切れてるから、あのこの話題やめます。はい。ゲーム実況者に当てはめるのやめます。大変申し訳ないです。はい、じゃあ、まあ、7月デート1個もないの寂しいから、もっぱつデートをかましていきましょうか。じゃあね、まあ、設楽先輩とは花火行ってナイトパレードも行こうということなので、じゃあルカ君行きますか。もしもし。ウィス。あ、ルカ、星野だけど、今、大丈夫？何？うん。まあ、夏やしね、せっかくやから、なんか、海行きたいけど、行ってくれるかな？あ、そっか、最初は断られないもんな。今のうちに行っとくべきよな。うん。最初の3回は断られないんだったら、行っとくべきよね。よし、海水浴行こう。海へ泳ぎに行かない？いいよ。よっしゃ。じゃあ7月20日に羽ばたき駅で待ってる、ね。遅れたらごめん。そんじゃ。よっしゃ。あ、一人三回ではないんか。なるほど。そういうことか。まあでも来てくれたから結果オーライや。
全体で3回やったんや。じゃあもう設楽先輩の時キレてたやん。じゃあルカ、こうちゃん、藤山、嵐の3人デートしたからさ、もう4回目やったんや。危ねえ危ねえ。そうかそうか。まあ普通に平均的に上げていきましょうか、うん、いいものを、うん、あ、そういえばカレンの誕生日だ。あ、もちろんそれ。あ、女に子に誕生日が流行るの、嬉しい嬉しい。今のはあれですね、あのガールズサイド2の女の子の真似ですね。小野田千代美の真似ですね。嬉しい。おっと、鉄アレイ。鉄アレイではないけどさ、なんかシュシュって感じなんかな。まあ、これなんやろうけどな、シュシュなんやろうけど、万能サポーター、まあ、シュシュやんな普通に考えたら。でもカレンさんシュシュつけてるイメージではないんやけどね。でもまあシュシュなんやろな、万能サポーターつって、まあ、シュシュなんやろな。うん、ポニーテールじゃないからな。ポニーテールとシュシュじゃないもんな。今のはあのオジン・オズボーンという漫才師さんのネタですね。ポニーテールとシュシュ。カレン、バンビー、もうどうしたの、急いじゃって。おうよ、お誕生日おめでとう、これプレゼント。あ、手首につけたりするんや。あ、なるほど。あ、はい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 。カレンさんも元気なふりして、実はあの夜になるとすごいこう心が病んできて手首を切っちゃったりするタイプやから、シュシュで隠さないといけないわけですね。あー、もうそんな仕草で渡されるとさ、キュッときちゃうね。開けてみて。もう完璧、バンビのセンスってあたし大好き。オッケー。あ、高校生はカバンにもつけたりするんや。なるほど、やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。シュッシュッ、オッケー、やったぜ。うん、やったぜ。乙女やな、結構ガーリーなんや。あ、カレンさん意外とガーリーな格好好きなんやね。いいね、そういうかわいいかわいい。ルカだ、よし、ニックネームいってみますか。ルカ、ルカ、ルー、ルー、トゥギャダーしようぜ。これダメなんやろな、ダメなんやろな。やっぱり喧嘩売ってる。ちょっと下校トゥギャダーしようぜ。ダメか。怒られた。はい、まあ、吹奏楽言っときましょう、とりあえず。ん、あ、めっちゃ怒ってた。今の怒ってる先生ちょっとゆっくり見たかったな。よし、じゃあデート行きますか。ルカは、お、あ、そっか、服がこれしかないねんな。まあ、アクでも嫌いではないよね。アクセつけれんの、お、アクセでごまかせる。うん、ビビットでもないしな。まあ、しゃあないな。属性なしにしといた方がいいんかな、こういう時は。あ、ピンクの帽子でもかぶ、あ、そうね、これでピンクのうちは持ってるから流行ってことならへん、ならへんか。ならへんよな。くそ、ビビットにしかならへん。ピンクのうちわつけとくわ、ほんじゃ。これでピンク属性つくかな。これでピンク属性つく、流行を抑えてるねって言われてもな。これでいってみよう、ほんじゃ。ま、真夏やし、別に寒くても全然いいでしょね。ビビッと嫌いなんやね、コウ君が好きな服装嫌いなんやね、ほんじゃルカは。早いね。おお、こんな感じなんよね、タンクトップマン。なんかあの実況、ゲーム実況者のマッスル宮崎さんっぽい格好ですね。うん。結構筋肉あるからさ。うん、マッスルさんかな。あれ、マッスルか、んマッスルルカ、
何？うん、疲れた。よし、クリティカル、クリティカル目から開口線。オッケーオッケー。とぼけてる。よし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 、いいですね。じゃあ着替えたらここで集合ね。はーい。期待膨らみまくり。私の胸も膨らみまくり。どう？見て。恥ずかしいよもう。二度と言わないで。もうゲーム実況者に例えるとすぐ怒る人がおる。本当申し訳ございません。あ、かっこいい。どこ行く？かっけえ。こういうのいいっすね。俺がやったら絶対似合わないんですけど、こういうのが似合う男っていいよな。俺もこんな似合うようになりたいな。かっけえ。マジかっけえな。アウンドビーチ。あ、まあビーチでしょ。うん。やっぱ夏は砂浜だもんね。よし。何？えい！疲れた？あ、あかんかった。疲れた。うん。ねえ。暑くて気持ちいい。な、どうする？もう一回行くぞ。ん？えい！疲れた？マックス行かへんな。おう。ダイブイントゥブルー、なんかラルク・アンシエルの曲みたいですね。ラルク・アンシエル好きのにいそうやからこれちゃうってことはないんやろな。海の家でなんか食べようかなぐらいかな。なんかルカってそんなにアクティブじゃないよね。これちゃう。海の家でなんか食べよう。待って、紫外線対策するもちょっと違う気もするからさ、海の家でなんか食べようよじゃないかな、うん、ね。あ、そうなん。あ、1なんや。あ、ちょ、見てもうた。みんなの答え見てもうた。マジか。そうなんや。まあ1なんか。そう、うん、1なんや。いや、でもちょっと俺も2を選ぼうとしてたから2でいきます。いや、ここはズルはしない。2でいきます。そっちか。まあいいや。うん、焼きそば食おう。まあまあ悪くなさそうじゃないですか。何？ね、ほらほら。あれ、持たねえ。え、持たねえの？どういうことなの？うん、良い感じだよね。よし、いいやんね。オッケーオッケー、全然いいんだよ。面白かった。よし、もう一回。ん？よいしょ、クリティカルヒット。どうした？おお、まあまあまあ、それなりの。あのハートがどんどん溜まっていくといい感じなんでしょうね。そんじゃ、また。またな。うん。もっとパワーを貯めなあかんの。あ、ルカからメール。楽しかった、またデートしよう。おやすみ。だって、わ、こんなメール送られてきたらキュンとするよな。今日はルカとすごく近づけた気がする。いいなあ。いや、いいですね。なんかね、仲良くなってますね。あ、ガソスタ来た。ガソスタ行ったら、おるかな。ね。スタリオン石油行ったら、いまだにバイトしてたりせえへんかな。ニーヤンが。よっしゃ。さあ、今週は、窓か、いないか。健康か。健康茶か。健康。お、ストレスが結構思ったより溜まってきてんな。でもまだ大丈夫でしょ。うん、うい。あ、スキンシップそんなにしなくていいの。よっしゃ、7月26日。じゃあ、したら先輩を怒涛のごとくさらにデートに誘っていく。うん、したらです。フルコです。ああ、何の用だ。なんだこいつ。あ、まあ、吹奏楽部の練習の日はさすがに避けときたいので、2週連続もな。23日ですか。うん、遊園地行こう。遊園地遊びに行きませんか。なんで？
このなんではどういうなんで一緒に行きたいなって。別にいいけど。やった。断る理由もないし。結構来てくれるね。あ、OK。なんでだけで。なんでだけでわかんねえな。ああ。はあ。OK のなんでやったんやな。なるほどな。なんでマイスターたちすごいな。なんででわかるんやな。間違えた。よし。さあ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 、ここはまあ、未だに健康か、健康行楽って感じなんですね。オッケーオッケー。じゃ健康どんどん運動を上げていきましょう。普通に平均的に上げていけば全然、うわ全員バッチリじゃないですか。お、もう花火か、いいですな。さあ、シックな服がないんすよね、残念ながらね。なんかちょっと途中で切れても嫌やし延長しとくか。ちょっと少し延長しときます。オッケー。あ、シックな服高いんや。なるほど。流行、あ、流行変わってる。あ、でも色は変わってないと願いたい。夏の間ピンクが流行やと思いたい。あ、ビビット大丈夫なんや。へえ、なるほど。オッケー、じゃあビビット行こう。メガネつけるとね、結構ビビット度上がるからね。あ、この帽子でビビッツになるんか。で、服でピンク押さえつつ、お、ビビット来た。これでいいんじゃない。あ、ちょっと暑いな。あの帽子暑いねんな、意外と。へえ。あ、メガネでいっか。俺レギンスつけてる？あ、外してるよね。オッケーオッケー。これでいいんじゃない？うん。うん、いいね。浴衣、浴衣。よし。これでいきましょう。流行も抑えてビビッドな感じで。あれ？デートの待ち合わせ場所ってどこだっけ？あ、バス停や、うん、え、違う、羽ばたき駅じゃない、あれ、羽ばたき駅や、間違えた、うんうん、違う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 、おお、危ねえ。危ねえ危ねえ危ねえ。駅や駅や。設楽先輩もう来てる。遅れてすいません。遅い。もうすいませんって、ほんとごめんなさい。うるさい、行くぞ。なんだとこの野郎。なんだよ。お、なんかいい顔やん。悪くない。あ、悪くない、オッケー。うん、お前のその格好どう。はい、今日のテーマを当ててやる。孫にも衣装。こいつ当たりだろ。てめえこの野郎、褒めてくれたのかな。設楽先輩こういう服が好きみたい。その色最近よく見かけるな。よし、了解、来た。はい、流行ってるみたいです。それを取り入れたってわけか。悪くはないんじゃないか。うん、流行を追ってる女ってみんな好きなの。くそ、マンジ使うな。さすがに賑やかだな。女子高生に大人気のマンジを使うな。なんだよ。ちょっともう一回。悪くない。悪くないんか。まあ、ちょっと飛ばしても行くか、たまにはね。花火まで時間がある。向こうを覗いてみるか。お、ちょっと地止めになってるよ。安いソースがかかった食べ物ばっかだな。いや、そりゃそうや。高いソースかけてても食べ物自体がそうでもないやろうか。確かに。でもいい匂いですよ。何か食べますか。いらない。なのに妙に空腹を誘うんだよ。ああ、迷惑な匂いだ。かっけえ。早くここを抜けるぞ。体に悪い。いいですね。食ったらいいのにね。 B 級。もうすぐ花火が始まるみたいだな。おっしゃ、見ようぜ一緒に花火。たまやー、
あれ、あのときメモ特有の謎ムービーなくなったんや。なんかちょっと残念やな謎の実写ムービーなくなったんやちょっとみんなびっくり、いい場所が取れたな。びっくりさせました。よく見える、よく見えるだろう。よし、どうした、どこを見てんだよ。あ、ちょっとすいません、ちょっと離れます悪くない、よかったちょっと近づいたらめっちゃ怒られた。アクティブなのが嫌いなので、上の2つのどっちかだと思うんですけれども、今回は設楽先輩の場合、まあ、下は絶対ダメで、多分落ち着いた感じが好きって言ってたのでこっちかな。どや、ああ、多くの言葉はいらないな。なんか今打天使の花が咲いたぞ。やったね、バッチリ好印象、オッケー。あ、今のはフレロのサインやったんか。こんな日もたまにならいいな。あ、今のはフレロのサインやったんや。マジか。なんだよ。今触れとくわ。まあ、悪くはなかった。失敗した。送ってやる。せっかく選択肢よかったのに。もたもたするな。なるほど。こういうツンデレーションが好きなんやな、みんな。すみません、家まで送ってもらっちゃって。散歩にちょうどよかった。じゃあな。ちょっと最後に、それでもいい？どこを見てんだよ。あ、すいません悪くない。あ、よかったちょっと近づいたら怒んねんから、ほんま。パーソナルスペース広いな、ほんまちょっと近づいたら怒るからね、あいつ、ほんまに ね。よし。あ、行楽健康恋愛といろいろいいですね。カレンさんと遊んでちょっと魅力も上げていかんと、魅力40しかないからな。これ絶対花椿カレンと遊ぶと流行と魅力上がるよね、多分。あ、魅力上がらん、マジ。あ、上がるわ。いいですね。でもあんまならんな、魅力あんまり上がらんな。なるほどな。8月か、来てる。惚れた。ちょっとバンビ、ちょっとあなたやばいくらい可愛い。男だからか、女もほっとけないぜ。かっこ笑い。いやー、これかっこ笑いつけるのがマジっぽい。カレンさんマジもんじゃないんこれ。カレンさんマジもんなんじゃないこれ。完全に本気の人じゃないねえ。いやー、本気の方いらっしゃいましたね、さてさて、ちょっと魅力流行を上げていきたいな。行楽いまだに、あ、恋愛がいいので、よっしゃ、ちょっと待て、ここは魅力アップ成功してくれ。よし、日曜日にね成功すると結構上がるんでね。まあ初年度はそこそこパラも、パラ上げも重視でしていかないとね。いい感じ、いい感じ、それなりに。ほいでもって、吹奏楽部行きまーす。先生にめっちゃ怒られる。ストレスがまあ90になってきたら健康がいい時に休みましょう。わ、健康いい時あんまないな。つらいつらたん。大丈夫、大丈夫、大丈夫。100やろ、100なるまで大丈夫やって、ストレスは。オッケー、よーし、ちょっとここら辺でセーブしとこう。あれ、オッケーぜ。それで持って、もう一回したら先輩いきますよ。31日はフリマよ。そうだよ、それを俺は狙ってたんだよ。フリマには行くわよ。前と同じ服じゃあかんからな。でもこれちょっと暑いよな。ビビットで、これやとビビットならへんしな。これアクティブ感、アクティブ感が、
スか。難しいな。これで行こうかな。熱くはない？これでも。そっか。じゃあこれでいけるか。なんとかね。うん。アクセ外してもいいんやけど。あ、アクティブなるわ。あかんわ。アクセ外したらあかんわ。熱くはないか。行ってみるか。3っていうのは何？熱さ度 3？ うん。うん。あ、ミニスカレジェコス行くとなんかあったんや。まあまあいいじゃん、それは。まずは普通パターン。行くぞ。行くぞ。あ、遅刻。なんだよ。許すわよ。ぼーっとしてるぞ。あ、お前遅刻したくせにこいつ。もう。お前のその格好。お。今日のテーマを当ててやる。孫にも衣装。そう、当たりだろ。同じことまで言ってくる。その色最近よく見かけるな。うん、はい、流行ってるみたいです。それを取り入れたってわけか。まあまあまあ、これは2回目だからね、いいでしょう。何か乗りたいものあるのか。まあいいでしょう。じゃあそれともってなる。それとも、ああ、なるほどな。でもシックなのがいいんやろ。お化け屋敷お化け屋敷行くか、やっぱりそれとも、それとも、やっぱりお化け屋敷。ああ、いいな、面白そうだ。短めに押した方がいいの？どこを見てるんだ。あ、いいんや、短めでも。そんなためなくていいんやね。今出てきたやつの顔、青ざめてたな。なんか悪魔顔になってる、設楽先輩。あ、ここときめもガールズサイドっぽくていいですね。めっちゃ喜んでる設楽先輩。好きなんや。くだらない。好きなんや。いいね。うん。怖いけど。あ、どうまあでも好きなんやんね。好きなんやったらまあ普通にあの一番上でいいんやろな。うん、いいんか、ほんまに。よくやった、お前がキャーキャー騒いだおかげで余計に雰囲気出てたぞ。おお、よかったよかった。うん、良い感じだよね。オッケーオッケーオッケー。うん、ナイトパレードが始まるらしいな。よし、ナイトパレード見ていくか。帰りは遅くなるかもしれないけどな。よっしゃよっしゃ、見たいです。これで二段に好感度上がるからね。 あれだ、場所取りするんだろ。あ、そうなの。あ、そういうのは大丈夫なんやな、全然。割となんかちゃんと普通に付き合ってくれるやん。結構すごいじゃないか。なんか結構いやいや、来る彼には来る割には割と楽しみよるな、こいつ。ね、え、これ一番上でしょ、こんなん。これ絶対一番上でしょ。飛び込み参加 OK みたいですみたいなアクティブな感じではなくて、これ一番上でしょ、これは。ね、一番下は違う絶対、ね、えい、おい、ボケっとするな。あれ、開いてるぞ。え、開かなかった。なんだ、ぼーっとしてるぞ。よし、クリティカルした。これで挽回2位やったんや。そうなんや、マジか。そうなんやな。あ、印象悪いの？電気代の方がマシやったの。難しいね。なるほどな。まあこういうのも疲れた。いいやんけ、1回目よかってんからさ。なんだよ、ちょっと。まあ悪くはなかった。ちょっと送ってやる、もたもたするな。うん、難しいね、なかなか。すいません、家まで送ってもらっちゃって。散歩にちょうどよかった。じゃあな。最後ちょっと近づいてみよう。どこを見てんだよ。あ、すいません。おい、
どこ行くんだ。時々お前がわからない。なんやねんな、ちょっとさ、ちょっと離れたらどこ行くんだって言われるし、もう距離感距離感距離感わかんねえよ、設楽先輩の距離感んーの、まあねえ、なんなんかね。じゃあまあ今週はフリマ行って終わりにしますか。うん、ね、この辺全然見てなかったな、アマタクロッキーフェスタ。あー、夏フェスとかあったやな、行ったらよかったな。後ろ古びた屋敷で突然意識を失い気がつくと廃墟に一人残され呪われた廃墟。あ、これとかしたら先輩好きそうやね、ホラー好きなんやったらね。うん、お笑いジャイアントね。あ、これは M1 みたいなやつですね。はいはい、いやいやいや、勉強イケメンは次回ですね。うん、もう残念ながら、まあまあちょっと勉強イケメンが出せるように今週はちょっと勉強していくか。魅力もっと上げなあかんねんけどな。勉強していきましょう。うん、ペッペッペッとね、なんだ、ネイルか。この鉢植えの葉っぱ他より少し面白くない？ん？あ、うどんこ病だ。え、ああ、どういうことや、面白い。早く処理しないと他に移るんだ。よく見つけたな。え、面白くない、あ、白くないってなってたんかなんか普通に、ま、読み間違えた。ふーちゃん偉い。おい、やったね、ルカに褒められちゃった。お、なんか知らんけれども、なんか知らんけれども好感度上がりました。お、こうちゃん、なんだい、花が似合わないよ、そんなヤーさんみたいな顔、かっこけ、かっこで働いてんじゃねえか。働いてんだよ。まあね、ルカなら配達に行ってるよ。あ、おう、そうかよ。何しに来たんだよ。私とお話しに来たの。じゃ、そろそろ行くわ。あれ、結局私にお話しに来たんや。ルカに用じゃなかったの。いや、じゃあよ。じゃあ誰に用だったんだよ。もしかして応援に来てくれたのかな。優しいとこあんな、あいつ。ほんま悪ぶってるけど優しいとこあるんだぜキャラか。畜生、そういうやつはモテるんだよ、畜生龍が如くガールズサイド、ほんまそんな感じや、ね、夏って嫌いだけどバンビと遊んだ日は別、夏休みが終わるの少し残念。今年の夏は今までで一番夜空が綺麗、流れ星が毎日見られる。カムバンビも今晩見てみて。願い事は一つの星に一つ、それでも十分なくらいたくさん見られるから見よ。かわいい。あ、女の子ともっと遊べばよかったな。もうすぐ終わっちゃう、あと1ヶ月延長したい。でも9月からまた毎日バンビに会えるからいっか。今年の夏休みはゴロウ王子様が突然パリーからやってきて、花椿家は大忙しなのよ。エトワールの私は今年の冬物のデザインを見てもらったんだけど、これがまたすっごく斬新なの。サバ、さすが世界のファッションリーダーって感じ。ところでバンビ、夏休みの宿題をフィニーとしたかしら。カレン、はい、ありがとうございましたちょっと今ね、水吉が少し乗り移りましたけれども、はい、じゃあちょっと一人でお出かけしますか。はい、うん、フリーマーケットに行きましょう。オッケー、そこそこお金を持ってるからね。オッケーオッケー、ストレスがすごいな。いらっしゃいませ、ゆっくり見てってください。オッケー。え、水吉としたら知り合いなんや。へえ、あ、なんか結構いろんなもんあるね。これ属性とか見れへんのかな。見れへんか。え、あ、さすがに割引無理やよな。 50% オフのさらに割引って無理よね。やっぱさすがフリマ、なんかいろんなもん売ってるね。うん、なるほどなるほど。あ、ドレスや。 50% オフでドレス買える。これバラモチーフドレスどう？結構良くない？これ良くないね。これちょっと買っときたいなね。これいいよね。あ、アクセ買っときたいね。うん、青いの可愛いよね。これはちょっとなんか
ほんまお姫様って感じやねんけど、これはいいな。アクセパーティーストール、あーさっきのさっきのドレスにパーティーストール、あーまあええへんな。うーん、あーまああこれしたら先輩に合いそう、シックな感じのコサージュ、これ良くない？あーストールもシックなんや。うーん、でもこれいいよね、これシックよね、いいだろう、いいと思うぜ。あ無属性な、まあまあでもちょっと一応買っとこう、パーティーストールも買っとこう、これシックっぽいから。うーん、コサージュ多いなアニマル型ストール、これはアクティブかな、うん、まあなんかせや属性調整にいいからアクセはいっぱい買っときましょう。全身服も買っとく、この3代目 J ソウルブラザーズ買っとくか。うーん、うわこのチェックのワンピース声優さん着てそうめっちゃ声優、女声優さん着てそうね、え買おうか女声優買うかあんま使い道なさそうやけどねえねえ、あこれシックちゃう、レトロワンピ、まあ、でもこれちょっと世代が高校生じゃないよな高校生じゃないんやけど、うんねえ、まあでも買うか、シックやし、ちょっと上の世代っぽいな感じがするな、うん、あここでスカート買うか、もういいやん、小花柄ミニスカート、これでジェットコースター乗ったらパンツ見えてたぜデュフフって言われんやろ、これ買っとこうよね、うん、あワンピースナチュラルね、まあまあいいか、ね、うーんナチュラルか、これナチュラルなんやな、ナチュラルってコウくんか、ちょっと考え直すか、コウくん今あんまりちょっと行こうと思ってないとこなんですよね。あじゃあじゃあルカか、ルカか、ナチュラル、ナチュラルカか、ナチュラルカって覚えよう。うんこれスポーティーよな多分、いやアクティブよな、イグザイルはあんまいらんかな、うん、アウター、あ、冬用も手に入んのか、ボタン付きコートとか買っとこっかな、冬用がね今あんまりないと、これこれビビットですかねえ、うん、これあこれおそろなんや、コールカとマジか、いやでもでもなこれいやこれ買っときたいけど、あお金足りひんな、これ買っときたいな、でもどれをやめるか、ミニスカートは欲しいで、この声優欲しいで、この辺はちょっと買っとくべき、うん、コサージュなくすか、まあ、2リッチしか、まあまあ声優多分一番いらないんでしょうけど攻略的には、でもね買う俺は俺は買う、うん、あホットパンツも欲しいけどな、うわお金、ホットパンツも欲しいけどな、あちょっとお金足りひんねんな、くそ茶色ないからそれ買ったら、えこれショートパンツ、うん、これシックなんや、うん、いやでももうこれから冬に入るしさ、短パンは来年の夏の前でいいんじゃないね、なので今回は
このこれでいいと思います。はい、うんね、はい、これでいこう。おらおら、うん、オッケーオッケー、よし、あと4リッチ、うん、オッケー。どうもありがとう、また来てね。めっちゃ買ったった声優の声優に関してはみんないらないって言うけどね、でも買うんですよ俺は、あれは買うんですよ。はいおるかやん。さてと、あとは夕飯の買い物して、ふーちゃん、おっす買い物、うん、おっす買い物だ。これから夕飯の買い物して帰るとこ、夕飯か女の子は夕飯とか言わんちょいちょいおっさんが出てしまいますね、やっぱりバイト帰り店長に臨時で借り出された。中身はアラサーなんでね、仕方ないですね。お休みなのに大変だね。まあね、生活厳しいから。そうだ、カレー作れる？牛肉のやつ。あ、肉ばっかり入れてカレー作ってみたっていう動画あげたらいいんですかね。ビーフカレー作れるよ。難しい、うん、大丈夫、簡単だよ。ルカが作るの？バイト代入ったからさ、作ろうかと思って。コウのやつ好きだから、うん、カズレーザーやめろカズレーザーカズレーザーやカズレーザーのえ、ああまあたまには世話かけてるしな。え、 Wi-Fi 飛んでた？じゃあとっておきのレシピを教えてあげよう。大体でいいんだ、どうせ味なんてわかんないんだあいつ。あ、なんか惚れてるやん急に。どうしたん、どうしたんルカちゃん。ふふ照れてる、なんだかんだ言ってお兄ちゃん思いなんだ。うん、 Wi-Fi 飛んでたわね。よっしゃ、というわけで結構行ってたな時間。8月も終わったので今日はここぐらいで終わりにいたしましょうか。ちょうど8月31日でね。次回は学校がまた始まるので勉強イケメンをね出したいなと思います。はい、よし。ストレス大丈夫よね、ストレス。あ、あかんわ、ストレス下げれるところがない。ちょっと一回仕方なしに休むしかないですね。まあまあいいでしょう。しゃ、ありがとうございました。じゃあ次回は多分2週間後の水曜日にまたやると思いますので。そうそう、なんかねもっと期間早くやっていってもいいかなと思ったんですけど、まあ2週間隔週でやっていくぐらいのペースでねゆっくりやっていくのがいいかなと思いまして、で別の週ではラジオをやったりマインクラフトをやったりしてるんで、よかったらそちらの方を見に来てください。であと来週のラジオなんですけれども、ちょっとね来週の水曜日の放送をするのがすごく微妙でございましてですね、できなさそうなのでちょっとラジオを1回飛ばすかもしれないです。で来週はとりあえず月曜日にマインクラフトの放送をしますので、よかったら見に来てください。うん、であと来週は月曜日にマインクラフトやって、土曜日はゲーム実況ワクワクソっていうレギュラーで出ているゲーム実況者ワクワクバンドというメンバーで出てるワクワクソという番組がありますので、そちらの方に出ますので、来週は月土で生放送をやる予定です。その他の日もやれたらやりたいなと思っております。なんでよかったら見に来てください。ほらスムーズに宣伝をしたぜ。というわけで、ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。配信終わります。ラジオはちょっと来週お休みで、うん、ほなほな、では年末スペシャルって感じでラジオまたやりますので、うん、ほなね、バイバイ。あ、このあとちょっとだけ30分ぐらい限定枠で別で枠取って雑談します。よかったら会員の方見に来てください。ほなほな、バイバーイ。